はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、確か、事件が起こって、で、事件に関係するものは何かないかっつって、調査したぐらいかな、せいぜい。で、調査する過程で、この、大騒ぎ夏美ってやつに会ったりとか、で、またこいつに会ったりね、やはり。会ったりして、で、なんか、今回の事件で、殺された人?殺された疑いのある人が、実はこの、すごい振り返るけど、実はこの、千尋さんの師匠と書かれてる、この星影空之助の弁護士事務所に昔いたんじゃないかっていう。だから、この人のとこに行けば、ヒントが得られるんじゃないかと、いうことで、来たっぽい。うはん。お、このある種懐かしい咳払いは。あ、ちみ、確か、ちひろくんの。どんなんだっけ?こいつのこと忘れたわ。はい、弟子のなるほどです。おお、それに、ちみは、もしかして、ちひろくんの。はい、妹の迷いです。忘れてたわ。大きくなったのう。なんじゃ、お姉さんによく似てきたわい。思い出すのあの頃を、青春の日々は青いレモンの香りか。あの先生。すまん、若いもんが用もなくこんなところに来るわけないな。どうしたんじゃ、何かあったのかな。今日なんか優しいっすね、先生。昨日の夜殺人事件があったんですけど、ほう、知らないみたいですね。さっき起きたところなんでな。御剣レイジがピストルで男を撃ったんです。何？御剣とな、一体誰を？それが被害者の身元は不明らしいんです。なんということじゃ。先生、事件のことは何も知らないらしいな。ちょっと待ってね。絵のこと聞くんかい。いいでしょ、別に今聞かなくても。先生、あの絵は。ああ、もう帰ってこないじゃろうな。被害届なぞを出せるわけがないからの。これも報いなんじゃ。おい、悔い、報い。先生、なんもないよ。先生、なんでそんなしょうもないことを話しに来たんじゃないんだよ。あのさ、あれなの、あれ。あの人知り合いじゃないですかっていう。それ聞きに来たんじゃないの?それ聞きに来たんだよな、確か、今回。それ聞きに来たんじゃないの? もう一回戻るか、じゃあ。俺、それ聞きに来たと思ったんだけどな。それがあったかな。一応、ガンガン見ていくか、じゃあ。もう違うよな。やっぱ突きつけんのかな、先生に。あ、突きつけるっぽいな。なんかあんまりないもんな。ああ、そうだ、多分。こんだけなんもないってことは多分、突きつけるんだな。ああ、そうだわ。絶対先生なんか、やらないといけないわ。じゃあ、先生にじゃあ事件を教えるってことかな?じゃあ。これ?あ。この男は、はて、見たことがあるような、ないような。ああ、思い出しましたか。この事務所にいた弁護士じゃ。生倉幸雄じゃよ。七倉さん。御剣レイジがこの男を射殺したというのか。お前の声わかんねえ。射殺したというのか。はい、情報は手に入れたってこと。あ。これが犯行の瞬間かね。はい。はっきり御剣とはわからんな。それがあの男にとって幸運なのか不運なのか、わしには何とも言えん。これは?すまんの、わしにわかることはないようじゃ。破裂音に反応してシャッターを切るか。お前の声わかんねえわ。そうなんですよ。そんなものが都合よくセットされていたと。ええ。
流星を取るって言ってましたけど。流星と破裂音、何の関係もないの。あ、確かに。ちょっと臭いの、その不女子。怪しいです、確かに。お前の声忘れた。お前の声思い出してくるわ。ちょっと忘れちゃった。普通に。他だってないよね、もう。あ、話せんのかな、ちょっと待って。話すの増えたかな。あ、増えてる。一体生倉さんってどういう人なんですか。この男はな、あの事件の弁護をしたんじゃ。あの事件 DL65… あ、出た DL65 事件。 DL65 事件聞いたことがあるような。まあ見ただろ前。前見ただろ、あいつの時に、リッチなやつ、社長の時。覚えておるかの。確か千尋さんの事件の時に聞いた。警察が被害者の霊媒までして犯人を突き止めようとした事件。はぁ、もしかしてそれ。私のお母さんが。お前の声、ちょっと待って、調子悪い。今日調子悪いな。そうじゃ、霊媒師綾里舞子が被害者の霊媒を行い、そして失敗した事件じゃ。DL65 事件、今から15年前に起こった奇妙な殺人事件じゃ。確か犯人はまだ捕まっていないとか。そうじゃ、綾里舞子が霊媒で被害者を呼び出して犯人を聞いた。その霊媒によって一人の男が逮捕されたが、この生倉弁護士が無罪にしたんじゃよ。そうなんだ。お母さんはそのせいで警察に詐欺だって。それを助けてくれたのが星掛先生なんですよね。そうじゃ。ありがとうございます。いや、礼など言わないでくれ。DL65 事件、こんな時にまたこの名前を聞こうとは。でもその事件が三剣剣士と何か関係があるんですか。何かどころじゃない。DL65 事件の被害者は三剣霊二の父親なんじゃよ。とんでもないぐらい関わってんじゃん。身内が、身内のオールスターじゃん、その事件。なんですって。お父さん、詳しいことは鬼の口から聞きたまえ。これを見せるんじゃ、きっと態度が変わるじゃろう。これはお母さんの写真だ。綾里舞子の写真を法廷記録に挟んだ。行ってきます先生、ありがとうございました。来た。なんだ、あれだけ嫌味を言ったのにまた来たのか。ミツリ、弁護士はどうなった。君には関係ないことだ。どうやらまだ見つかっていないらしい。見つかってないらしいな。事件のことだけど。なるほど、頼むから私のことには構わないでくれ。いい加減分かってほしい。強がりは君を見下しているわけではないんだ。君にはこの事件を調べてほしくない。ダメ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 。なぜ氷炭庫に行ったんだ。君に教えるつもりはない。人の子刑事にも教えないつもりらしいな。はい、心配してましたよ人の子さん。おいおい、ミツルギ、一つこの写真を見てほしい。この写真に 見覚えはないかい。はミツルギ、君が訪れてからたかだか数時間、それなのにもうそこまでたどり着いてしまったのか。さすがだよ。なるほど、龍一、昔からそうだ。君は一度決めたことは必ずやり遂げる男だったな。すごいなお前それ。なるほど、すごいやつだな。 DL65 事件、そうだ DL65 事件。この事件、君だけは知られたくなかった。だから君の弁護の申し出を断った。君をバカにするようなことを言ってこの事件に近づかないようにしたつもりだったのに。迷惑だったか。わからない。だがここまで来て君に隠し事をするのはもう意味がない。よかろう。
何でも聞いてくれたまえ、答えさせてもらうよ。ミツルギ、 DL65 事件、父が亡くなった事件だ。父、私の目の前でな。父は私の目の前で撃たれたのだ。グロ、つら。実はその時の記憶ははっきりしない。私の心の中で固く閉ざされている。とにかく容疑者として一人の男が逮捕された。状況から考えて父を撃てたのはそいつだけだった。父の霊を呼び出した霊媒師も犯人はその男だと言っていた。そいつを弁護して無罪にしたのが生倉弁護士だ。今回の事件の被害者だよな。被害者だな。そうだ。その霊媒をしたのは私の母なんです。なんだって？君が？不思議なもんだな。本当なんだよな。世界が狭すぎんだよな。事件が終わろうという今になってこんなことに。事件が終わる？ DL65 事件は15年前に起こった。15年前の12月28日だ。あ、なんか時効的な、なんかもう決まってんのかな、法的に。12月28日、あと3日で時効なんだよ。ちょっと滑舌がな。なんだって？なるほど、時効って。時効が成立するともうその事件はなかったことになるんだ。あと3日で。その無罪になった容疑者ってどうなったんですか？わからない。世間から姿を消してその後のことは誰も知らない。生きていれば今年で50歳ぐらいだろうな。それだけ大きな事件の容疑者だったんだ。きっとまともな生活は送れなかったんだろうな。お父さんって弁護士さんだったんですよね。そうだ、ミツルギ神当時は有名だったようだ。ミツルギ神はお父さんを目指していたとか。昔の話だ。ミツルギ、どうすればいいんだ？突きつけんのかな。じゃあなんかあれだもんな、進展しないもんな。あ、すまない、語るべき言葉が見つからない。じゃあ、こんな写真があったとはな。ミツルギ、お前撃ったのか？君はどう思う？なるほど。お前は誰かに銃を向けられる男じゃないよ。撃ってませんよね。ああ、私ではない。どういうことだ、私ではないって。なるほど。今さらこんなことを頼むのも厚かましいが。分かった、弁護ですね。お願いできるだろうか。さすがにな、お前みたいな散々俺のことをバカにしてきて、まあ、ライバルかな、良きも悪くも。確かにお前に苦しめられたこともあったし、本当にね、嫌なやつだと思う。でもお前のおかげで成長できたのも事実。行きましょう。まあ、これ行かないとかって選んだらどうなんだろうな。一応今まではさ、俺当たり前のようにさ、なんかプラスの方のしか選んでないけどさ、マイナスのやつ選んだら無理やり修正されんのかな。やっとその言葉が聞けたな。まさかこんな日が来るとは思わなかった。これでやっと借りを返せるな、ミツルギ。借り？何のことだ、覚えがないぞ。いいんだよ、それでも。何その顔。またブスになったな、急にブスになるな、ミツルギ。依頼状を書いた、刑事に渡してくれ。あ、これをじゃああれか、糸の子さんに渡せばいいんだな。じゃあそろそろ。は？なんだ？地震だよ。なるほど、大きいよ。弱まってきたね。早すぎるだろ、弱まるまでが。びっくりした。あれ、ミツルギは？
あれ、ミツルギは？いた。床にうずくまって震えてるよ。嫌いなのかな、地震。可愛いじゃん。そんな話聞いたことないけど。まあいいか。ケンジさん腰が抜けて立てないみたいだし。行こう、ナルオド君。ああ。ミツルギからもらった依頼状を糸の子刑事に渡さなきゃな。行ってきましょう。じゃあ。ヨノコさん、伊藤の子さん。どういうことっすか？ゲー。どうしたんですか？さっき変な女が訪ねてきたっす。なるほどさんの紹介で来ましてんとか言ってたっす。夏美さんか。目撃者増やしてどうするっすか？三剣賢治を死刑にする気っすか？え、いやでも、見ちゃったものはしょうがないですよ。隠すわけにもいかないでしょ。うそれは奇弁っす。いやいやいや。それで夏美さんはなんて？一力賢治がピストルを撃つところを見ていたそうっす。しかも証拠写真まであったっす。ああ、それなら僕も見ましたよ。この写真じゃ誰が撃ったかは見えませんけどね。彼女これからその写真を拡大するって言ってたっす。画像は荒くなるけどもう少しはっきりするはずやとか。拡大。間違いなく三剣に不利な証拠として拡大写真が出てくるぞ。まずいな。とにかく明日の証人は彼女っす。あれ、もう一人の目撃者はどうしたんですか？それがとりあえずキャンセルになったみたいっす。キャンセルっておかしいよな。明日は三剣賢治にとってはいきなり絶体絶命っす。目撃者ははっきり犯行の瞬間を見ているというし、発砲した時の写真まで出てくるっす。どう考えても勝てそうもないぞ。でも千尋さんが教えてくれた。あいつが無罪ならどこかに見落としがあるんだ。三剣賢治は国選弁護士を頼むつもりらしいっす。さっき手続きを頼まれたっす。でもまだ間に合うっす。もう一度賢治に会ってほしいっす。そしてあんたが彼の弁護をするっす。お願いっす。彼を助けられるのはあんたしかいないっす。糸の子さん、そういえば僕こんなもの拾ったんですよ。糸の子さん、たまたまあいつに会いに行ったらこんなものもらってきましたよ。これそれっす。ギリギリまで待った甲斐があったっす。じゃあ早速手続きをしておくっす。お願いします。じゃあ明日法廷で。よろしく頼むっす。お、そういえばさっき地震があったっすが大丈夫だったっすか？やだな、地震ぐらいどうってことないですよ。あんたたちじゃないっす。三剣賢治は大丈夫だったっすか？そういえばなんかオーバーに怖がっていましたけど。さっきの地震はちょっと大きかったっすからね。ちょっと見てくるっす。あんたたちは明日に備えて飯食って寝るっす。じゃ。なんか知ってんのかな。どういうこと？なるほど。三剣賢治地震が苦手なの。あ、トラウマかもしんないな、もしかしたら。そう。そんなの聞いたことないぞ。トラウマじゃないの？僕たちが一緒だったのは小学4年生の1年間。あ、1年間だけなんだ。その後三剣は転校していったんだ。一体やつの身に何があったんだろうか。あ、続いた。じゃあ次のパートちょっと法廷かな。次法廷ちょっとやって終わるか。今回もあれなのかな、あの法廷調査になるのかな。もしかしたら。行こうか。めちゃくちゃ数多そうだよな、法廷と調査が。だって前回のトノサマンでも結構交互にあったからね。だんだんその、なんていうの、章が増えていくにつれて、章増えるっていうか、章が進むにつれて、
回数増えてるからめちゃくちゃ長そう。カルマ、そう、カルマ・ゴーブ・ケンジ。この40年間まだ一度も負けたことがない。まさに奇跡を生きる男だ。一度も。彼は有罪判決のためならばそれこそ何でもする。なんかお前みたいだな、ミツルギ。ふ、分かっていない。彼はまさに何でもする恐ろしい人なんだ。証拠をでっち上げるような男は何を言ってるんだよ。私は彼の下でケンジというものを徹底的に叩き込まれた。なんだって。私の10倍たちの悪い男と考えてもらいたい。じゃあ三菱さんのお師匠なんですか、その人。まあそんなものだな。ひどい人だね。可愛い弟子を有罪にしようなんて。あ、それともわざと手を抜いて三菱さんを無罪に。言ったはずだ。彼はこの40年間負けたことがない。そして私の20倍たちが悪いのだ。最悪だ。私にとっては神のような存在だ。僕にとっての千尋さんみたいなもんか。千尋さんといえば、あのさ。何？こんな時こそ千尋さんの力を借りたいと思うんだけど。ダメだ。頑張ってみたんだけど、お姉ちゃんに届かない。届かないのかい。届かない。最近修行の方もお休みしてるから、霊力がまた弱くなっちゃったみたい。困ったな。この肝心な時に。ごめんね。なんとか頑張ってみるから。頼むよ。何をこそこそやっている。いや、なんでもない。そろそろ時間だな。行こうか。カルマゴー、カルマゴーか借りに行ってやるぜ。あ、いかつ、なんかヴァンパイアみたいな。これより三つ力レイジの法廷を開廷します。弁護側は準備完了しています。お前の声むずそう。お前も声低そうだもんな。カルマ検事、準備の方は。愚か者め、準備もなくこの我が、ちょっとかぶるな。この我が輩がここに立つわけがなかろう。あ、はい、すいません。よえ。あ、では冒頭弁論をお願いします。決定的な証拠、決定的な証人、他に何か必要なものは。あ、いえ、それで十分だと思います。では早速証人を呼んでいただきましょう。なんか格が違うよ、あの人。やだな、あんなのとやり合うのかよ。捜査に当たった糸の子切り刑事を。糸の子刑事か。まず事件の説明をしたまえ。はは。糸の子さん緊張してるみたいだな。ではその上面図を見ていただくっす。上面図かな。散々言ってるけどさ、事件はクリスマスイブの深夜0時頃起こったっす。湖の中央にボートが一つ、ボートの上には男が二人。午前0時10分頃ここでキャンプをしていた女性が2発の銃声を聞いてるっす。ボートは貸ボート小屋の方へ逃げていったっす。はい。では逮捕した時の状況を証言した場合。ああ、ちょっとカルマ検事。何かね。一応この法廷は私が進行役ですので。かわいい。貴様のすべきことは一つ、その傷口を叩いて有罪と言えばよい。ああ、了解しました。了解するなよ。ミスルギを逮捕するまでのこと、これ一通り見て終わるか。あれは0時30分過ぎだったっす。署に男から通報が入ったっす。我々はパトカーで現場に急行したっす。そこで我々はミスルギ検事と会ったっ
まさか三剣賢治が怪しいとは思わなかったっす。しかし翌朝湖から男の死体が見つかって、結局三剣賢治を逮捕することになったっす。ふむ、では尋問してくれたまえ弁護士。むずいな、低くておじいちゃんを、低くておじいちゃんの声を追求しないといけねえわ。まあいいや、今回はここで切ろうか。で、次回この尋問と、あとはなんか新しい証拠とかをね、掴んでいけたらなと思うわ。はい、じゃああざした。